流山市は千葉県の北西部に位置する市。人口は約20万人。県交都市連合加盟都市。千葉県内では市原市に次いで第七位の人口規模である。2021年4月までは八千代市に次いで八位の人口規模だった。流山新市街地、ォレストカーサ、江戸川やトネウを利用した水運で栄えた白みりんの産地として知られ、明治期には 葛飾県庁が置かれていた。1950年代以降、江戸川台や松が丘を川切りに、住宅開発が行われ始め、現在に至るまで住宅地として開発が進む。1970年代までに、流鉄流山線、東武野田線、JR 武蔵野線が市内に通るものの、それぞれが市内で接続せず、地域ごとのつながりが薄い市となっていたが、2005年の、 つくばエクスプレス開通により、それらの地域が結ばれるとともに、東京都心へのアクセスが向上した。ムルデル記念通り、千葉県の北西部に位置し、県庁所在地である、千葉市から約3 0トルの距離である。東京都の都心から20の3 0トル圏内で、ある。東葛飾地域に属し、旧東葛飾郡の中部にあたる。都市雇用圏における、 東京都市圏のベッドタウンとしての性質が強く、マンションや住宅街が林立している。通勤率は東京都区部へ33.5%である。東京との結びつきが強く、いわゆる千葉都民が多い。同じ東葛地域の柏市への通勤率は12.5%。市の面積は35.32平方キロメートルで、千葉県内では5番目に、 面積の小さい市である。市域は南北に長く、市の中部や北部は下草大地の一部を構成して緩やかな高低差の大地となっており、ほぼ全域が住宅街や農地などになっている。市の西境を江戸川が南北に流れ、江戸川沿い及び市の南部は平坦な低地、江戸川の対岸は埼玉県である。また、市の北部には利根運河が流れる。 トネウンガの改作に貢献したローエンホルストムルデルは、流れ山市在住の郷土市研究者らを中心に、再評価が行われており、市内のトネウンガ水辺公園には、ムルデルの検証碑や、ムルデル記念通りが整備されている。下佐国に属する。江戸時代は、群馬を養う小金木の一部として大半が、天領とされたほか、駿河国田中藩の飛び地もあった。 18世紀頃から江戸川の河川衆運のための歌詞が出来、みりんの製造で栄えた。幕末期には、新選組が本陣を置いたが、新政府軍に包囲されたため隊長の近藤勇が出頭し、名優、土方俊三との離別の地となった。葛飾県に印馬県長和と日流山市では、ほぼ全域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。 つくばエクスプレス開通後は、市外からの転入者が相次ぎ、開業4年半後には人口が約1万人増え、2009年4月時点の年齢別人口では、35歳から39歳の子育て世代が1万4151人で、長年最多だった段階世代の1万2609人を抜いた。平成27年国勢調査より前回調査からの、 人口増減を見ると、6.34%増の17万4373人で、あり、千葉県下54市町村の中で、最も増加率が高い。令和2年国勢調査より前回調査からの、人口増減を見ると、14.67%増の19万9960人で、あり、千葉県下54市町村の中で、 増加数、増加率とも断突で最も高いまた、千葉県毎月常住人口調査によると、平成25年から令和元年まで7年連続で、千葉県下54市町村の中で、最も人口増加率が高い。都心から一番近い森の町をキャッチフレーズに、良質な住環境と快適な都市環境の維持、創出に力を注ぎ、住み続ける価値の高い町づくりを進めている。 歴代市長特起なき場合、日本の歴代市長、市政志向100年の歩みなどによる。流山警察署流山市消防本部と、宇か中央農業共同組合屋西店、伊東洋華道流山店流山大高の森、SC 観光産業育成も図っており、観光地経営組織設立を目指して、千葉銀行と協定を2019年に結んだ。本社、 本店を置く企業主な商業、施設金融機関日本国内相馬市品野町の都庁、北上市東市には、現在52の町、大技がある。流山市では住居表示は行っていないが、土地区画整理事業に合わせて、地盤整理を行っている。また、市内の地名にある、家は、すべて大きい、家である。町目は、家、庭の山のみ、関数字で、それ以外は、 三様数字である。東、深いの住宅街郵便局郵便番号は、以下が該当する。一周配局が周配を担当する。焼却場上水上統括病院二次、医療圏としては、統括北部医療圏である。三次医療圏は、千葉県医療圏。医療提供施設は特筆性の高いもののみを、記載する。東洋学園大学千葉県立流れ山高等。 学校千葉県立流山大鷹の森高等学校大学専修学校公立私立小学校私立流山私立八木北小学校は高知の半分以上が柏市となっている。逆に柏市立光が丘小学校は高知の9割以上は流山市であり住所も流山市向き小金となっている。学区はあくまでそれぞれ設置主体である市の児童を対象にしている。 私立小学校公立幼稚園私立幼稚園特別支援学校障害学習施設保育所公立保育所私立保育所流山市立図書館図書館投資の市外局番は全域で04である以前は阿鼻子市柏市野田市投資を対象とした市外局番は0471であったが市内局番の不足に伴い2002年2月より これまでの0471の市外局番のうち71を市内局番に回し市外局番を04に変更した。桁を2つずらした理由には市内局番の始めを1から始めてはいけない決まりによるもので桁ずれによる市外局番2桁かはこれが初例となった。埼玉県の零四二から九千葉県鴨川市などの零四七0のうち 市内局番の先頭が9の地域の市外局番も04に変更されており、これらの市外局番04地域に電話をかける場合は04を最初に回すことになる。ただし、天気予報は従来と同じく0471から177である。収容局は以下の2ビルが該当し、市内局番は以下の通り、下記地域は流山市外の収容局が管轄となる。 流山駅南流山駅運河駅当初は常磐線が市中心部を通る予定であったが後に柏駅を通って安孫子駅に向かうルートとなったこれは鉄道危機運動の影響であるという説があるが実際は常磐線を建設した日本鉄道と政府との間でのやり取りの結果上野南千住というルートを東京側の起点とすることが決まったため南千住から 水戸方面に向かう、際の最短ルートとなる、水戸街道沿いに線路が付設された、ということが真相とされる。市内に常磐線の駅はないが、北小金井駅南柏駅の途中で市内を通過する。そのため、東部地区の住民は、この二駅を利用することが多く、南柏駅発着の流れ山市による、コミュニティバスが運行されている。つくばエクスプレスの利用により、 東京都心まで約20分 JR 武蔵野線や東部の打線の利用により県庁所在地である千葉市の幕張新都心及び柏市、船橋市など県内主要都市へのアクセスの良さが注目されている流山大高の森駅を市の新拠点として整備している当市の中心駅は流鉄の流山駅で現在も流山市役所などが駅周辺にある 人口や商業の集積という意味での中心駅機能は JR 武蔵野線開業で南流山駅に移り、つくばエクスプレス開業後はさらに流山大高の森駅へと移りつつある。東日本旅客鉄道東部鉄道首都圏新都市鉄道流鉄流山グリーンバス島市内の常磐自動車道はほとんどがトンネルになっており、半地下化されている。 計画当初から流山インターチェンジの設置が予定されていたが反対運動のためやむなく撤回された。しかし開通後に地元住民からインターチェンジの設置を望む声が出始めたため日本道路公団にインターチェンジ設置を要請するも今度はこれを知った公団が反発し話し合いは紛糾した。双方の情報の末建設資金を流山市が負担することで インターチェンジ設置が決定した。インターチェンジ接続に必要な道路は、建設資金の償還のために、流山有料道路として整備されたが、償還終了に伴い2015年に無料化された。江戸川橋梁高速道路、一般国道主要地方道、一般県道都市計画道路橋梁古民家を活用したレストラン自元園級店舗、流山駅周辺には古民家が多く、 これらを活用したカフェや交流スペース、宿泊施設への活用が取り組まれている。江戸川沿いに位置する歴史的街並みが残り、安どんが灯る流れ山本町の街並みは安どん回廊や江戸回廊とも呼ばれ観光を活用している。一佐掃除記念館、秋元帝公園、自然博物館スポーツ施設文化施設、公共施設福祉施設ホテル、宴会場温浴施設国。 県指定及び国登録文化財一覧。買って住みたい街において、首都圏、第4位を記録するなど定住を目的とした、ファミリー層を中心に指示を受けている。また、流れ山町づくり達成度アンケート令和元年度、結果によると回答者82.7%が、住み続けたいと回答しており、理由としては、周辺の住環境が良い、交通の便が良いと続く。 母になるなら流れ山市。都心から一番近い森の町を市のキャッチコピーとしている。ありがとうございます。